NTTBP の共用 AP のエリアサイン NTT ブロードバンドプラットフォーム株式会社は NTT グループのコーシ線ム戦乱構築を中心とする情報通信企業である。同社ではコーシ線ム戦乱の構築のノウハウに長けており約15万のコーシ線ム戦乱アクセスポイントを保有している。その中で無料のコーシ線ム戦 ポータルサイトサービスである Wi-Fi の提供と共用 AP を NTT 東日本、NTT 西日本、NTT ドコモなどにも提供している。2014年9月時点で旧キャリアへ設備を貸し出している。無料 Wi-Fi を提供したい、情報発信したい企業や自治体等に対して外国人も含め誰でもが Wi-Fi 利用できるオープンアクセス。 ネット接続後、エリアオーナーのポータル画面を表示するなどの Wi-Fi クラウドを提供している。おはじめ、各自治体の指定 Wi-Fi を提供している。各エリアオーナーのフリー Wi-Fi に自動接続するジャパンコネクテッドフリー w i f i アプリを提供している。英語、中国語、中国語、韓国語、タイ語、マレー語、インドネシア語、フランス語、スペイン語。 ドイツ語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、日本語の16言と語に対応している。NTTBP が共用型アクセスポイントで無線 LAN エリアを構築や運用している場所は下記の通りである。共用 AP でもエリアなどで利用できる電気通信事業者のサービスは異なり、例えば NTT ドコモのみの場所もある。2012年4月4日、 コンビニエンスストアなどで提供していた公衆無線サービスにおいて特定サイトへの通信を遮断していたため電気通信事業法第4条への違反で総務省から行政指導を受けた総務省の無線 LAN ビジネス研究会でアクセスポイントの新設既存のアクセスポイントの公開が明らかになったいずれの場合もに対応するとしている ABCDEFNTT ブロードバンドプラットフォーム株式会社第19期決算広告ご利用ガイド NTT ブロードバンドプラットフォーム株式会社2014年9月28日閲覧 NTT ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する通信の秘密の保護にかかる措置総務省 NTTBP 総務省の指導に対しユーザーへの同意確認は 対応済み、速やかに報告書を提出から、IT プロ2012年4月4日コンビニの無線ンサービスをめぐり、総務省が NTTBP を指導 C ネットジャパン2012年4月4日1 0時23分。ありがとうございます。